英立公は中華民国の軍人。五法運動以来の南方政府生抜きの軍人で、日中戦争と国境内戦における中国国民党の主要な指揮官の一人である。字は都市女、輝きさん。タフの陶器、管理を担当していた地方役人の家庭に生まれる。侵害革命勃発後に兄と共に和県で軍職に就いた。二次革命で、 革命派として参加したが、敗北して故郷に戻っている。1914年、観光に移って兵士となった。1年の軍事訓練の後に、上海を経由して、広州に向かい、関東象徴し喜び乱の将軍に加わっている。1917年9月、孫文が五法運動を開始し、広州で五法軍政府を樹立する。この時、英立公は選抜されて、 孫の護衛部隊に加えられた。以後、守るは、商談反乱鎮圧や鎮刑名討伐などで、軍港を挙げて、着実に昇進していく。孫没後の1925年9月、小解析の下で、国民革命軍第一軍第三子で団長に、任ぜられた。翌1926年10月、英立港は何王禁止期かで、福建省の週影人討伐に参加する。 マモルはこの戦いで軍功を挙げ、第14師市,市長に昇進した。1927年には、北伐における長江の戦いで、孫殿法軍撃破に貢献し、同年10月に、第9軍副軍長兼南京英時副司令に昇進している。間もなく、陸軍大学将官特別班第一期で学んだ。1930年初め、英律校は、 第45市市長に任命された。中原大戦では、通ら戦と南京の防衛を担当している。1932年5月、中地軍第6重隊指揮官として、学予官イケルクの後軍を攻撃した。6月、第14軍軍長に任ぜられ、9月、予学区総喧総指揮に任ぜられている。翌1933年10月の、 第5次抗軍総統選では、守ルは、北路軍、第2祖事軍第1重大指揮官に任命された。11月、復権事変が勃発すると、守ルは、第5祖事軍総指揮に任せられ、事変を起こした第19祖事軍を短期間で鎮圧している。1935年11月の中国国民党、第5回全国代表大会で、中央執行委員に選出された。 1937年、日中戦争勃発に伴い、英立公は、第14集団軍総司令に任せられ、北平郊外などで、日本軍と交戦を開始した。10月、第2戦区前的葬式に任せられ、板垣聖司郎率いる、第5師団を迎撃する。守ルは八祖寺軍ともよく連携し、第5師団に打撃を与えた。翌年1月、 第二戦区副司令長官兼前的葬式、1939年1月には第一戦区司令長官と昇進した。9月、河南省政府主席兼前省保安司令に任ぜられている。日本軍との戦いでは、英律公は首都倉中国共産党の幹部とも協力関係を構築し、小解析が反共方針を加速させても守るは容易に従おうとはしなかった。 そのため1942年1月、祭儀を募らせた章により守ルは、第一戦区から移動を命じられ、軍事委員改正安弁校長主任に左遷されている。しかし、章解析も、英立校の能力はやはり無視しえず、1943年10月、鎮西と交代で、中国遠征軍司令長官に守るを任命した。マモルは、雲南山形に駐留し、 雲南省政府主席留具もや中国、ビルマインド戦域前陸軍司令官、ジョセフ・スティルウェルと協力関係を確立している。翌1944年5月よりエイは雲南の日本軍に攻撃を開始する。1945年1月までに、守ルは日本軍をほぼ相当し、延症ルートも回復させた。3月、中国陸軍副総司令に昇進している。 日中戦争終結後の英立校は国境内戦開始に反対し共産党との問題は政治交渉により解決すべきと主張していた。小解石や陳生がこれを入れずに内戦を推進するのを見ると守れは1946年11月から外遊に赴もき翌1947年秋まで帰国しなかった。その間に内戦はやはり英の器具通り 国民党不利の形成で推移していった。1948年1月、小介石は、人生の公認として、栄立公を東北総秘葬司令に任命し、中国人民解放軍に対処させた。しかし小は栄を信任せず、その指揮権を制限し、不利な情勢にもかかわらず無謀な攻勢を強行させるなどして、両親戦役での大敗を招いてしまう。 同年11月、責任逃れを図る章により守ルは、総司令を罷免されてしまった。1949年、守ルは中国共産党から先犯の一人として指名されている。国民党が敗北した後は、香港に偶居した。先犯と指名されていたにもかかわらず、英立公は中華人民共和国建国に際して、早くも祝電を打つなどしていた。 そして1955年3月、守ルは自ら北京入りしている。中華人民共和国も栄誉歓迎し、戦犯としての罪を問おうとはしなかった。以後、守ルは中国人民、政治協商会議全国委員会常務委員、国防委員会副主席、中国国民党革命委員会、中央常務委員などを歴任した。1960年1月17日、北京市で死去。 去年64、ありがとうございます。